地方、コンビニ店員は客の理不尽を、耐える。一致は、バイト中の出来事を貼る。わい、こちらの商品は温めますか？客、冷たいもん食えってか？わい、温めますか？そのままですか？客、冷たいもん食えって言ってんのか？キレ気味。わい、温めるか、そのままかどちらにしますか？客、温めるに決まってんだろ、そんぐらい考えろ、無能店員。わい、お箸はお付けいたしますか？客、素手で食えってか？わい、お箸はお付けいたしますか？客、つけるに決まってんだろ。わい、わかりました。ありがとうございました。社会の底辺が、生きるんな。ゲームみたいやな。ツンデレコミュニケーションやで。負けるな。ええ、調子や。これ、店員もアホか、挑発してるかやろ。店員も発達障害で。わいも ADHD なりに努力しとるんや、許してくれ。クレーマーに絡まれやすい店員と、絡まれにくい店員おるよな。見た目、俺も昔店員やってたけど、全然うざからみされんかったよ。俺が客に絡んだことはあったけど。身長と髪型とかお付きで決まるな。わい、おっさんなってコンビニ店員にキレるやつの心理わかるようになったわ。あいつら、あんなんで金もらえるとか仕事なめとるやろ。わかるようになったんじゃなくて、性格が擦れただけだけどな。適当にやっても丁寧にやっても時給変わらないんだもん。責任は全部社員さんに行くし。変わるぞ。変わった人が変わらなそうな人には、絶対言わないだけで。そうなんや、なら真面目にやった方がええな。大した金もらってないんやから、そんなに多く求めるのは酷やろ。わかる、わいらは苦労してきたからなおさらよな。ちなみにそいつは、50代くらいのおっさんやったで、スーツ着とったから、仕事帰りやったんやろな。間違いなくストレスの吐け口だね、みっともないな。他店員や、客とおしゃべりするタイプのおばちゃん店員が一番絡まれにくいのよ。箸とレンジセルフにしたらよい。袋忘れてるぞ、カス店員。ほんまや、わらわら、その時、内心ドキドキしてたから聞くの忘れてた、わらわら。前夜勤しとったが、箸とかは勝手につけてたわ。外事客はおっさんばっかやった。女は、自分をよく見せたいからなのか丁寧な人が多い。しばらく置いて常温にしてからフォークでお召し上がりいただくこともできますが、やろ。接客用なのに、チーズ率高いよな、人気ないんやろうな。昼食ならわかるけど、明らかに夕飯なのに箸つけるって、自宅で食べるんじゃないの？理屈やなくて、怒鳴りたいだけなんよ、こういうのは。年取ると、すぐ怒りが湧いてくるから気をつけなあかんよな。レジ袋だのスプーンだの、どんだけ質問するねん、店員は医者よりも多いぞ。某進次郎のせいで、聞かない感ハメになったんや。なんでやってると、メンタル強くなるよな。そしてスレの流れは、二ちゃん人たちの接客体験だね。悪くないけど、最初の食えってか、で、箸を付けしますねーでさらっと流す、冷たいもん食えってのか、で、温めますねーでさらっと流すという方が無駄に往復時間もかけず、イキリに反応しないベターな対応と思う。常連に袋つけますかって聞いたら、ある時、急にこれ手で持って帰れると思うかって言われたから、それ以来何も聞かずに一番値段が高い袋を勝手につけるようにしたぜ。いるよなぁ、ワイもそんな感じのこと長々と嫌みったらしく二度も言われたから、そいつには聞かずにずっとやってたら、ある時今度はなんで聞かねえんだとか切れ始めた、知ってみおえん。ワイも、実はいつかそう言われるんやないかってちょっとビクビクしてるわ、頭のおかしな奴は、どうあがいても頭のおかしな奴やしな。ネットでもそうだけど、妙に他人に攻撃的な人間というのは、惨めな人生を過ごしているかわいそうな奴なんだよ、だとしても、同情はできんか。ワイも惨めな人生やし、もっと攻撃的になろうかな。サウナ行くとええぞ。スプーンとか箸は何も聞かずに勝手に入れたったらええねん。大概なんも言われへんし、いらん奴はいらんって言ってくるし。一応、マニュアルみたいなものには、毎回聞けって書いてあったから聞いてるんやけど、今度からそうするわ、3月。ワイ、こちらの商品は温めますか？客、冷たいもん食えってか？ワイ、かしこまりました、温めますね。これで終わりやろ、もし温めないなら止められるし。温めは聞き取りにくかったり、おかしな返事されたら、はい、温めますねって言ってからちょっとゆっくりめに電子レンジまで運ぶんや、もし温めて欲しくなかった場合、止められるからそれを待つんや、まあそれでも年に3人くらい文句言うやつはおるけどな。店員の見た目で判断して、わざとなん癖つけたりするの、身内がやってたからほんまバカやしやめろって思ったわ。そんなのと付き合いがある時点でどうレベルやろ。コンビニでサンドイッチ買うと、おしぼりつく時とつかん時があるんやが、どうなっとるんや？おしぼりいらねえよって客意外と多いんや。心に余裕ができたらおっさんがよりイライラするように誘導できるぞ。店員僕、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんにちは。ことぶきやかな？ブックオフか。
この前、コンビニで並んでたら偏屈そうなジジイに店員が捕まってたわ。ジジイ、タバコ100番。店員、一つでよろしいでしょうか？ジジイ、100番。店員、お一つでよろしいでしょうか？ジジイ、だから、100番って言ってるだろ。店員、すみませんでした。タバコ一つ取る店員。ジジイ、2個。店員はずっとニコニコしてたけど。成人君しか？橋は無言でつけたれや。冷たい文句言ってか、家に持ち帰って温める方もいますので、素手で食えってか、ゴミになるからいらない、またはマイ箸があるという方もいますので、これで終わるやん。セルフレジのタッチパネルが油切ってるのだけはなんとかしてほしい。はい、しないと、延々に話が終わらないドラクエの NPC やん。心に神様買ってる客多いから、適当にあしらっとけ、温めした後、すぐ対処しないで次客のレジやってやると楽しいぞ。強くて草。ようやっとる、ワイはその分優しくするで。本当に、こんな喧嘩越しな人間いるの？おるで、客商売しとると、絶対に遭遇する。バイトで、将来こうはなりたくないって学ぶよな、学生時代に接客業体験しとくとええぜ。年上を敬えっていうノーシワード、ほんと嫌い、高齢モンスター多すぎるねん。コンビニでバイトしてたわい、いろんな客の特徴を覚えて社会に出てから、関わりたくない相手などにムカつく客の言動を真似したら、関わらなくなったりして割と使えるから、変な客の特徴は覚えておくと良いことある。初めて接客した時は、ニッコニコの優しいおっちゃんだったのに、その次は人が変わったかのように半切れモードで、かといえば、また優しいおっちゃんに戻ってるやついたけどあんなん。人間不信になるぜ。仕事中に水を飲んでる人がいる？クレーム入れたろ、結果。誰がこんなクレームするんだよ。意外と、若い20代くらいの方のクレームが多いよ。なんか、変な正義感みたいなのがあるみたい。私は飲食業だけど、この間は従業員がまかないを食べていたとクレームが来た。けど、従業員だって飯くらい食うやろって普通に思ったけど謝っておいたわ。客の前で食ってたん？着替えて、普通に席で食べる決まりだから、お客様の前っちゃ、前だね。ジジババやろ。アイス食ってる消防隊員にクレーム入れたやつあったよな。消防隊員はアイス食っちゃダメなんだ。ファイアーマンだからな。さすがに仕事中にアイスはダメやろ。消防車で定食屋入ってクレームもあったな。あれはアイス買うのがダメじゃなくて、その間サイレン鳴らして走ってたのがアウトなんじゃないっけ。わしの時代は飲んでなかったぞ。悪質クレームあってほんと暇人よな。あいつらいつも何してるんや。公務員だたき。今時、こんなので死んだら管理職の監督責任になるからな、そっちの方が重い。無視でいいのに。こいつらが、仕事中に軟禁してるわよ見たらどうなってしまうんや。日本は、これ以外はしていいよじゃなくて、これ以外はしちゃいけないが主流やから。クリームに見えたわ、嫌ないたずらするやついんなぁと思った。くさ。アメリカだと、警察に寄ってもらうと治安良くなるから、コーヒーとかドーナツ無料にしてたこともあるのに。今はどこの店にも貼ってるから、クレーム来たんじゃなくて、クレーム来るかもしれないっていう先回り終わりだろ。どうせジジババだろ、こんなにクレームつけるの。公務員がコンビニ寄ってトイレ借りてる、サボリアン、クレーム入れたろ、公園の公衆トイレ。でも、たまにマジでありがたい意見もあるから困る。世知辛い世の中になったなぁ。